藤沢 SST の挑戦エピソード4、町全体で生活用水 30% 削減。世界人口の増加につれ水の使用量も増加している。水不足、水質汚染、海面上昇、今こうした水資源の問題は新興国を中心に世界的な課題となっている。このために藤沢 SST ではさまざまな挑戦を行っている。藤沢のサステナブルスマートタウンでは今回パナソニックとしましては街づくりの設計段階から、その設計の取り組みの手伝いをしておりまして、その中で、本来機器メーカー設備メーカーとしてのパナソニックがですね、節水に対する取り組みはしているところですけれども、それを単なる設備機器だけではなくてそれを街づくり全体に、反映させていくと、その結果として街そのものが節水タウンになっていくと、そういうことを設計の思想に盛り込みながら推進してまいりました。藤沢 SST では水の使用量 30% 削減を目標に設定、水資源問題の藤沢モデルへ挑戦している。今回この藤沢の SST のプロジェクトにおきましては一つ一つの設備機器の末端のその性能をですねまず最初に検討して、でそれに基づいて町全体の給水の設計をですね考えていくと、そういう逆転の発想で、進めてまいりました。その結果として町そのものが節水タウンであるということをですね実現できるようになっています。今回のような節水の取り組みが上水下水へのコストダウンにつながり、それがひいては町全体の整備をしていくコストダウンにもつながっていくと考えておりますし、そのことがですねスマート市を進める上でコンパクトな設計を進めていくということへの実現に寄与していくんじゃないかなと、そんなふうに考えています。生活用水 30% 削減、この目標値を実現したのがパナソニック最新の節水設備や家電機器。家庭において水の使用量が最も多いのはトイレである。そのトイレにはパナソニックの節水トイレアラウノ V を標準採用しています。アラウノ V は1回に流す水の量が極めて少ないのです。ターントラップ洗浄方式を採用することにより小の洗浄で約3リットル、大の洗浄でも約 4.6 リットルの水で流すことができます。次に水の使用量が多いのはお風呂です。お風呂には新ダブル節水シャワーを導入しています。このシャワーノズルに節水の秘密があります。使い心地はそのままに節水できる3つのモードを搭載しています。お風呂掃除の時はささっとワイドモードにすることにより少ない水で効率よくお掃除ができます。生活の快適性を維持しながら無理なく節水することに挑戦した藤沢 SST。 また端末の機器がですね進化していくと、そのことを一番より早く知っているパナソニックがですね取り組むからこそ町全体としての節水ターン、これが実現できると、そんなふうに考えています。日本におきましてはなかなかこう水を節水をしていくという取り組みがですね水資源が豊かな国がゆえになかなか難しいことでありますけれども、そういった中で今回のような節水タウンの取り組み、暮らしの中での節水の機器を使いながら、一人一人が意識をですね高めていっていただくと、こういうことは非常に難しいことではありますけれども、その第一歩になっていくんじゃないかなと、そんなふうに考えています。パナソニックによる街づくりが可能にした生活用水 30% 削減、その先にあるものとは。この藤沢の節水タウンの取り組みというのは水資源の節約にもつながってまいりますし、合わせて環境コストへの低下ですとか、あるいは行政コストの低減と、そういったものにもつながっていくと確信しています。この藤沢モデルをですね、ぜひともここで培った技術、ノウハウ、そして経験を、新興国を中心とします水資源が不足しているような、そういう地域にぜひとも展開していければなと、そんなふうに考えています。高度な節水技術と街づくりノウハウにより世界の水不足問題の解決を目指す。